どうも皆さんこんにちは、ノマンです。ということで今日もね、昨日に引き続きビビッターっていう、ビビったら負けっていう、そういう地獄のようなゲームをやっていきたいんですけど、なんと昨日ね、まあなんか昨日の動画のコメント欄でちょっとなんかモサのやつとか強いやついたら連絡くれみたいな、俺と戦おうぜみたいな、フレンドマッチしようぜみたいな感じ言ったら、なんと日本1位の方からね、ちょっと連絡いただいて、全国ランキングみたいなのがあるらしくて、それに4回連続で1位。連続かわかんないけど、4回1位になってて、これ2回以上全国で1位になってるのは、この人だけらしいです。で、累計ポイントみたいなのもあるらしくて、その累計ポイントも1位と。まあ、孫をことだけ日本1位。日本で一番このゲームが上手い人と繋がることができたので、まあ、ありがたいことにね、DM いただいて一緒にやってくれるということなんで、今日は日本1位を打ち負かしていきたいと、あ、思う。ということで、この部屋の設定でやっていきたいと思います。ラウンド3回で問題はランダム。ということで、まあ対戦は俺との対マンと。で、取り負けっていうのがなんか相手を邪魔できたりするらしいんですよね。なんかそれのことも、なんかちょっと大丈夫ですかみたいな、まあね、DM をいただいたんですけど、まあやってみようじゃないかと。ミスター全国王者。日本一、顔もすげえかっこいいじゃないですか。やっていこうよ。ガチで、ちなみに今夜中の2時半なんで、正直全然大きい声は出せないです、もちろん。停車位置ギリギリまで電車止めろと。まあ、ちょっとね、練習したかったって気持ちあるんやけど、ちょっと時間も時間あったんで、ちょっと練習できなかった。タップでブレーキギリギリに停車止めろと。なるほど。任してくれよ。ボタンね。どこイメトレ中。ここわかんないや。わかんない。どこなんボタンどこなん。あ、ここか。オッケー。任してよ。任してくれよ。本番ね。このボタンね。この赤いところね。ここ。いや、ちょっと早い？うわ、ちょっとごめん。ちょっと。いや、ずるい。こんなんちょ、わかんないもんだって。まあ、でもちょっとね、ここは、まあ、ちょっとまあ、ね。相手の、ちょっとまあ、良いところ見ていこうよ。相手がどれほど上手いのか、まあ、見させていただこうじゃないかと。ちょっとこの人から先にやってほしかったな。4度目1位の人。もちろん、この人上手いでしょう。お？うまい。ガチ？ゼロ？え？すごいやん。やばい、今のしかも練習やったみんな。今のすげえ練習やったわ。ここ？いや、ちょっと今の遅くなったんじゃない？ちょっと、あ！赤ビビったね。やっぱちょっと練習でうまくいきすぎてちょっとビビったパターンね、これ。まあ、ちょっとまあ、許してあげましょう。まあちょっと、俺はね、ちょっとぐだりにぐだってしまったんですけど、ちょっと申し訳ないです。これは、俺のちょっと説明不足だったね、これは。恋のギリドン。目当ての女子にギリドンしろ。対戦よろしくお願いします。これで、ギリドンちょっとまずこの人から、この強い人からやってほしい。朝倉美希さん、僕は彼女のことが好きだと。またミキのこと見てる。男なら国のさ、壁ドンなら、どんな女もイチコロよと。あ、よし、この人からだな。来た。国王って書いてる顔に。娘の顔ギリギリにタップでドンしよう。あー、なるほどね。この娘は、この人が来たら、ドンってすればいいのね。オッケー、分かった。何あの、茶髪の子ね。うわギリギリで壁ドンしろと。オッケー。茶髪の子で、この子じゃない？え、違うの？うわ、どれかわかんねえ。わかんねえ。え？まさか？外した？この子だったっけ？壁ドン、ミキに届くのか？うわ、この子だったんや。え、でも10センチ？え、わかんねえ。どの子？ちょっと待って、むずすぎる。待って。赤毛に半目。青ジャージ。緑、ピンク。赤毛半目、青ジャージ、緑。赤毛半目、青ジャージ、緑、ピンク。青ジャージ、緑、ピンク。青ジャージ、緑、ピンク。どこ？こいつだ！こいつ！あ、ごめん！ごめんって。ごめんって。ちょっともう一回やろう。これ3試合あるから。もう一回だけ。これちょっと不甲斐なさすぎる。不甲斐ない。ちょっともう一回だけやらせてくれ。見せてもらう。究極のラーメンってやる。そうそう。この人から先にやったし、4度の日本一と。
完成時間ギリギリタップして、そうそう、こういう単純なやつの方が俺はね、わかるんですよ。これ結構俺こう得意だと思う。並びよね。うわ、何これ邪魔。すげえわからん。し、うわ、でも結構この人うまいな。これはね、俺得意。こういうのマジで得意。1、2、3、4。うわ、さっきのちょっと練習しとけばよかったな、俺。こんな感じだったと思う、俺。体内時計。こんな感じやから、待ってね。本当に完璧にやるわ。任せてね。ちょっとガチでやるわ。ここ！うわっ！惜しい！ちょっと早かったけど、でもこれ勝ったんじゃね俺。これ勝ったっしょ。見たか？体内時計なら俺は負けんよ。な、グッドと。平凡やけど、まあまあまあ来ましたよ、これは。いや、ちょっと負けちゃった。いや、ちょっとひどいな。もう一回、連絡しよう。もう一回やりたい。はい、皆さん、ということで、ラスト1、絶対にもう一回やりたいと思います。もうね、ちょっと悔しすぎる。あまりにも、うまいのももちろんやねんけど、俺も下手すげくってな。任して。俺から、あ、違うか。コーヒーからね。よろしくお願いします。コーヒーをこれさっきやったし、コーヒーを同じ濃さまで、左の画面と同じ濃さまで入れると。これさ、すごくさ、いや、ちょっと薄いと思う、俺。薄い。これ完全に薄いわ。薄い。7%も薄い。え、でもさっきさ、俺すごくいいと思ったんやけどな。全然濃すぎて、バカにされたから、ちょっと、もう一度だけ。なるほどね。オッケー。任して。今回は絶対に勝つ。ちょっと、無言でやります。いや、ちょっと薄いか。いや、うわ、ちょっと薄い。もうちょっと入れたらよかったけど、まあ、いい具合、グッド。俺もグッドまで、登り詰めてきた。これで、残りのゲームもいい感じならば、俺に勝機が必ず見えるであろう。よし、グラスをフリック。これもう一回やったことあるから。これやったことある。これフリック操作なんだね。これかなり俺は、一度やったゲーム、二度同じミスは繰り返さない。あ、しかも俺が最初ってこと、俺が上手かったってことか。さっき。フリック、これは練習あるから、ここら辺。いや、もっとだ。え、もっとってこと？もっと？いや、ちょっと、わかんないよ。どこまでかわかんないよ。そんなことある？まあ、じゃあ見させてもらおうじゃありませんか。本番と。これタップすることで、この邪魔者を送りつけて、相手を妨害すると。うまバカうまいんやけど。なんなんこれ。そんなことある？いや、これさ、さっきさ、ちょっとこの人チータ疑惑あったよ、俺。早すぎる、この人。度胸見せてみろと。いや、やってよ、もう一回。ちょっとさっきのちょっとチータ疑惑あったよ。ギリギリまだピンを引いてない。そう。それそう。こういうの俺得意やと思ってたんやけどな。ピンの長さ、これね。覚えた。完全に覚えた。え、なんなんそれ。一瞬で抜くやん。え、なんなんその技。なんか技使ってるんやけど。そんなことある？ちょっと待って。これ、ここは一緒。ちょっと待って。すごく俺覚える。この辺。うわ、惜しい。いや、でもすごく良くない？って結構いい感じだと思う。渡り合えてる。いいよ。今日、めちゃくちゃ渡り合えてる。今、この試合、渡り合えてます。それだけ俺が言いたいこと。ギロチン来ました。いいっすね。素晴らしいゲームが来てしまいました、皆さん。これね、いつもより、ちょっとだけ遅めに、気持ち遅めに押すと多分いいと思う、俺は。ちょっと早いから、いつも。けど、首を落としてはいけない。この人、これめっちゃうまいんよね。めっちゃうまいから。ちょっと待って。この辺。うわ、それはうますぎ。それはうますぎ。ギロチン乗せてんのか。
初めて見た俺。1メートル以下。いや、ちょっと、これ俺勝負に出るわ。これ勝負にないと負ける。俺もやる。絶対にこれ、ビビらない。ビビらない。ここね。ここ。もう俺行くから。見とって。うわ、来た！首にギロチン乗せてるんかい。来た。これはかなりいいよ。これはかなりいい。これはちょっとビビってると思う、相手も。相手もかなりビビってる。俺が急激に上手くなりすぎている。俺のこの急成長止めれるのはいない。しかも俺がここで一番得意なつきました。これはいい調子。お侍さん、侍が必要だと。何？柱が必要だと。いや、まだでも、最初にこの人が選ばれるってことは、この人が多分1位なんでしょうね。おそらく。待ってね。うわぁ、いい長さだな。いい長さ、それ。すごくいい長さ。すごくいい長さ。すごくいい長さ。俺は、ワンタって書いてるところ上らへんやと思う。え、ちょっとそれ短いんじゃない？それ超短いと思うね。超短い。やっぱり。任してくれ、俺に。すべて、俺に任していただきたい。これ俺勝てるよ。日本一に。マジで。マジで勝てる。グッと来ました。15センチ。まあまあ、俺結構マジでこれ得意やから。見とってみんな、ほんとに。うわ、短え、これ。短え。短いよ、これ。ちょっと待って、短すぎる。オッケーオッケー、この辺ね。すごい、目録でいくよ。目録で。任して。この辺。完璧。これ完璧。みんな、これ完璧やから。見とって。完璧。はい。これはクールです、皆さん。これはクール。完璧。見ましたか？これめちゃくちゃいい試合してるよ。これはかなりいい試合してる。これ多分次で終わりかな？これ、うわ、しかも俺、待って。俺最初のプレイヤーってことは多分俺が勝てる。俺が勝ってる、今。今俺が勝ってる。これで、ストップウォッチで勝てるよ、俺。マジ？ちょっと待って。止めるわ。これ、俺、ガチでやるわ。ちょ、これで測ろう。指で測ろう。うわっ！終わった！終わった。最後の最後でめっちゃ緊張したんかな、俺。終わった。マジでは、マジ、超絶ミスれ。超絶ミスれ。超絶ミスれ。いや、これ、俺、これで妨害していこう。これで妨害していく。これで妨害していく。これで妨害、頼む、はあ、めちゃくちゃうまいわ。やっぱり日本一位の人は、やっぱそれなりの実力があったということだよ。ちょっと悔しいけど、ちょっと俺練習します。マジで自分の体内時計を信じる。これで指で操作して、7秒ね。任して。7秒え、こんなことある？みんな。え、こんなことある？